私たち名電車は今年で創業120周年を迎えます。その歴史において電力、上下水道、鉄道等の公共分野から各種産業分野まで電気の技術で幅広く貢献してきました。近年は時代や環境の変化により各分野でソリューションによる対応が必要となってきました。さらにこれからはそのソリューション同士をつなげ新しい価値を創造することが必要だと考えます。例えば従来の下水道事業では集めた下水を処理し放流するだけでありましたが、最近ではさらなる省エネが求められる一方で放流水質の向上や窒素やリンを取り出し漁業や農業へ活用するなど技術の向上と別の分野との連携といったソリューションが生まれています。そしてそれを実現するための重要な役割を担っているのが IoT 技術なのです。すでに私たちが IoT 技術を使い実現しているソリューションの一例として水の分野における防災対策を紹介します。日本には約47万キロもの下水道網が張り巡らされ、さらに雨水貯留施設などの巨大な構造物もあります。このような下水道のシステムで雨水を貯留したり速やかに排除したりすることで都市を浸水から守っています。ですが近年ゲリラ豪雨のような局地的大雨が頻発し浸水被害が増加しています。想定を超える雨量をもたらす豪雨に対して従来の下水道システムだけでは受け身の対応となってしまい浸水被害を食い止めるのが難しくなってきています。名電車はこれまで培ってきた電源、計測、通信の技術を組み合わせることで従来不可能だった下水道管区内の水位観測を実現しました。そこに IoT 技術をプラスすることで下水道環境の状況をリアルタイムで観測できるようにし、さらにそれを安価で提供することが可能になりました。リアルタイムの水位観測にはマンホールアンテナを使い、環境内の実測データを集めます。そのデータをクラウド上で分析・活用することで、従来よりも水位予測の角度を高め、最大1時間先までの予測が可能になり、浸水リスクを可視化することができました。これにより受け身ではなく攻めの防災、これが実現できたのです。さらに IoT を活用したこれらの情報収集分析の技術は他の分野でも応用できると考えています。例えば道路交通情報と結びつけることでロジスティクスにおけるリスクマネジメントを実現、天候予測と連動した観光地でのスケジュール生成サービスの提供などが考えられます。私たちの使命は全てのお客様の信頼に応え、より豊かな未来を実現していくことです。まずは下水道を中心とした防災の分野において人々の生活の安全を実現し、将来はそこで培った経験と技術で様々な分野をつないで新たなイノベーションを生み出していきます。